耳から学ぶ。イエスの再び語りたもうた真理の御言葉。6。第1話。6。危機物語。あなたたち自身が、久遠に実存し、常在する、神の分霊、キリスト、すなわち、神の心の内なる、生かし、かつ、創造する力であることを真に知るならば、時間や空間などあるはずがないのである。あなたたちは時間も空間もない状態に到達し、自分の魂の中に宿り、他もあなたたちの主なる神の完全さの中に入ることができるのである。主こそおよそ実存する唯一の力である。アイアム、私、シンバは主ザロードである。愛は、久遠、常在にして、栄光輝ける、今、活在する命である。それは、安らぎであり、喜びである。愛が常在するところの、しかも、今の今、活気、凛々たる命であることを知れば、全きまでに満ち足り、もはや、知り得を顧み、先を案ずるの、苦は犯さなくなる。このことを了解した魂は、過去にあらず、未来にあらず、現在の中にこそ、常に生き生きとして働きたも不臨在者のが来ることなき豊穣の中で栄意する。そのことに深く思いをいたすがよい。そうすればあなたたちは喜びに満ちあふれるであろう。真がアイアムは常在の愛である。私がまこと明らかに見たのがこの愛であった。私は神が愛であることを直接に知った。神の子であるためには、私もまた愛でなければならないのである。私にとって、もはや、愛の他には、何者もないことを悟り、どのような仕打ちを私が受けたにせよ、私は、神の子、すなわち、過去を知らず、未来を知らず、罪も死も知らぬ、久遠、常在、完全なる愛であり続けねばならぬことを私は知ったのである。ラザロよ、いできたれ。ヨハネ伝11章43節という言葉は、命の実が常在するを知るがゆえに、神霊の階層より発せられたものであった。あなたたちが、これらの言葉を把握することができれば、久遠、常在の命が把握されるであろう。あなたたちの意識がその真理なることを把握できるならば、あなたたちもまた、この言葉を発することができるようになり、あなたたちの発する言葉は、そのまま実現するであろう。なぜならば、それは、今の中で創造されたからである。あなたたちは、外部から来るいろいろな意見によって影響され、周囲の状態によって暗示をかけられている。あなたたちは、死や休廃を信じている。しかし、実在には、死も休廃もなく、変化があるだけである。それが命である。一切の変化の背後に、この常在の命を、に、かつ、それを明確に自覚するならば、あなたたちの全身体の全分子が、それで満たされるようになる。真が、アイアムが、主である。私は変わらぬ。目を見開いて、自分自身の中に、この大いなる真理を見るがよい。神を権限する心構えができた分だけ、あなたたちは神に似つかわしくなったのである。人類の胸、ハートの中にある神の子、すなわち、キリストが、人々に手を差し伸べ、早く、人間自身の神聖意識に目覚めよと促している。なぜならば、各人一切の中に、真が、キリストはあって、永遠に生きているからである。この真理に気づいたとき、胸、ハートは、とこしえに平安である。私は、主なる、汝の、神である。私は、父と一つであり、父と、私とは、決して離れることなく、私たちは、常に、あなたたちの中にあって、共に働いている。キリストの、七つの対抗は、過去のものではなく、今、この瞬間、あなたたちにとっても現実となるのである。
神がキリストが人間の手をもって作られたのではない神殿において大生命の生誕を経験するのである。